続いてはシャインさん台風です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。デビューから8年、これまでライブを中心に活動されてきた皆さんなんですが、テレビの歌番組に出演するのは今夜が初めてということなんですね。そしてグループ名や衣装から沖縄出身のバンドに間違えられることも多いそうなんです。そうだと思いますね、うん、どうですか、初めて出てこう生の歌番組、すごく皆さんが忙しく働いてるのでびっくりしてしまいました。そうでしょう、ここは喋ってる向こうじゃ戦争ですからね。大変。それ見てちょっと歌うの違和感ないですか？大丈夫ですか？いや、面白いな。面白いですか？だってみんなこうすごい働いてるなっていう感じ。働いてることは働いてるんですけどね。お、出身はどこなんですか皆さん？沖縄の人は一人もいないの？そんです。あ、そんです。んです。東北ですか？私は山形なんですけれども。あ、山形。山形なんですけど。横須賀、横浜、千葉、千葉、京都、千葉。千葉が多いんですか？千葉のバンド。千葉のバンドですか？じゃあ台風。近所なんですよ、この3人は。この3人は同じ町です。あ、どこですか？見て分かります通り、千葉県野田市という。え、野田市？醤油の野田。はい。そうなん。バラバラなんですね。そうなんです。いろんなとこでライブをやってるみたいですね。はい。一番今までこれはすごいなってのはありました？大体、でも大体大抵変なところっていうか、コンサートでないようなところでやってまして、魚市場でやったり、畑の中でやったり、離れ小島でやったり、あと神社とかね、神社仏閣とか。この間は闘牛場っていうのもあった。闘牛場、はい、宇和島の、宇和島のね、東大駒場寮のお風呂場っていうのをこの間やりました。駒場寮ってあれ、壊されるんでしょ？壊される直前に、すごいとこ言ってます。あ、じゃあスタンバイよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。しずかちゃんは変わったとこやったことある？どっか今までっていうか、売れなかった頃っていうか14歳の頃はやりましたね。なんかどういうとこでやったの？ビール箱をひっくり返して段ボール引いたような特設ステージっていうのかしら。どの辺で？新潟とかいろいろ行きましたよ。全国一応制覇して、それでもまだ売れなくて、でなんか、高島屋の屋上とか、店員さんがだけ見に来てくれたみたいな。やってんだなみんなね。お店もあったんですね。それじゃあ行きましょうか。はい、はい、それではシャンシャン台風で翼は欲しいです。どうぞ。翼が欲しい
10代の終わり頃かな。年を取るのに自信がなくなってきて。